今回は PC 向け配信ソフトとして無料ながら高度な機能を持つことで多くの人に使われている OBS スタジオ以下 OBS での生配信設定を確認していきましょう。 OBS のデフォルト設定は画質や負荷の面で最良の設定になっているわけではありません。そこで OBS での高画質化フレーム落ち対策のポイントを紹介していきます。今回使用したパソコンはマウスコンピューターのクリエイティブ PC DIVE 5N、 主な仕様は Core i7-11800H、 メモリ 32GB、 NVMe SSD 512GB、 2560ピクセル、 1440ピクセル、 15.6型、 GeForce RTX 3060ラップトップ GPU、 Windows 11 Home 22H に、2022年のノートパソコンとしては動画編集なども快適に行えるクリエイター向けノート PC です。性能が高いだけでなく約 1.73kg と持ち運びやすい重さである点も特徴的です。 OBS は最新のバージョン 29.0.0 を用いました。 OBS の出力、配信、解像度の初期設定は 1280px×720px 30fps になっています。しかし多くの配信プラットフォームでは 1920px×1080px 60fps までサポートしています。テレビなど一般的に快適な設定も同様なのでこれに合わせてしまいましょう。画面の精細さを向上させ動きも滑らかになります。変更するには設定ボタンを押し映像タブの出力解像度を 1920×1080 に FPS 共通値を60にします。ゲーム配信などであれば 60fps がおすすめです。講演会などであれば 30fps でいいかと思います。なお配信プラットフォームによっては一般ユーザーの出力解像度が 1280px×720px に制限されている場合もあります。その場合はそのままにしておきます。出力解像度とフレームレートに合わせて配信ビットレートを適切なものにするのも大切です。ビットレートは高ければ高いほどブロックノイズが減ります。しかし例えば 40Mbps など高すぎる設定にするとフレーム落ちが発生しカクついたり頻繁に配信が途切れたりすることになります。しかもこれは配信者の利用するネットワーク帯域に限った話ではなく、視聴者のネットワークの帯域が狭くても起きますから注意が必要です。ではどのくらいがいいのでしょうか。 1920px×1080px 60fps の場合、適切なビットレートは 4500から9000kbps となっています。カメラ映像のみで配信者が講演しているような映像ならば、映像の変化が少ないので 4500kbps くらいでも問題ないでしょう。しかし、ゲーム配信の場合などは画面全域が激しく書き換えられるので 4500kbps だとブロックノイズが発生しやすくなります。ここら辺は実際に配信テストをしてみてどのくらいブロックノイズが出てくるか確認しながら 9000kbps 程度を上限として引き上げていくといいでしょう。ただしツイッチについては基本的に上限は 6000kbps となっています。 YouTube、Vimeo だと 9000kbps でも大丈夫です。ただこの配信ビットレートは画質的に許容される範囲で小さければ小さい方が望ましいです。変更するには設定ボタンを押し出力タブの映像ビットレートを書き換えます。ビットレートと合わせて適切なエンコーダを利用するのも重要です。エンコーダとは取り込んだ映像を圧縮するのに使われるものです。 OBS のバージョン 29.0.0 だと GeForce が搭載されている場合デフォルトで GeForce に搭載されたハードウェアエンコーダが利用されますが古いバージョンだと CPU によるソフトウェアエンコーダがデフォルトで使われるため CPU 負荷が高くなり配信だけでなくパソコン全体がカクつく原因となります。デフォルトでは OBS の設定出力タブの出力モードが基本となっていてその下にあるエンコーダがハードウェアになっていればいいのですが出力モードを詳細にして細かな設定をした方がいいでしょう。配信タブの下に表示されるエンコーダは GeForce なら NVIDIA NVENCH264 に RADEON なら H264 AVC エンコーダーにレート制御は CBR にビットレートは前述の設定にします。キーフレームは YouTube ライブの場合 2S CPU 仕様のプリセットはデフォルトがファースターですがミディアムくらいがいいでしょう。上に行くほど CPU 負荷は軽くなりますがエンコード後の絵は汚くなります。下に行くほど綺麗になりますが CPU 負荷は高くなります。プロファイルはメインでその他はそのままでいいと思います。音声タブの設定ですが音声ビットレートが選択できます。トークであれば 160kbps 音楽であれば 192kbps か 256kbps でいいかと思います。
普通は1トラックしか使わないので、トラック1のみ変更すればよいです。音声のサンプリングレートですが、オーディオインターフェースを接続している場合、そのサンプリングレートと同じにした方がリップシンクのズレが発生しづらくなります。以上が私が普段使用している配信設定となります。もっとこっちの方がいいよ、という設定もあると思います。また配信機材の組み合わせによっても変わってくるところもあるでしょう。OBS にも多くの機能があり、できることも本当にたくさんありますので、研究してみてください。